マシュー・リチャード・ウィータースは、アメリカ合衆国サウスカロライナ州チャールストン出身のプロ野球選手。ウト・リョーダ。現在はフリーエージェント。愛称はウィー・ティー。ジェイソン・バリテックが、ジョージア工科大学の先輩のため、バリテック2世とも呼ばれる。ジョージア工科大学在籍時に保守と投手を兼任し、最速で96マイルパーアワーを計測。 2007年の MLB ドラフト一巡目で、ボルチモアオリオールズから保守として指名された。代理人には、スコット・ボラスがつき、ウィリタースは契約金として1、100万ドルを要求。それに対し、オリオールズ側は500万ドルを提示。契約期限の8月15日午後11時59分の9分、前に契約金600万ドルで合意に達した。 2008年1月に発表されたベースボールアメリカ史の有望株ランキングでウィータースはオリオールズ参加での最高評価を受けた。同年 A 級フレデリック・キーズと AA 級ボーイベーソックスでプレー。130試合に出場して打率35527本塁が91打点を記録した。ウィータースはベースボールアメリカマイナーリーグ年間最優秀。 選手賞に選出され、2009年2月に発表された、ベースボールアメリカ史の有望株ランキングでは、メジャー全体で最高評価を受けた。ボルチモアオリオールズ時代2009年は、開幕をトリプル A 級ノーフォークタイズで迎えたが、球団は5月29日に、同じ保守のチャドモーラーをトリプル A 級ノーフォークへ降格させ、ウィータースをメジャーへ昇格させた。同日、7番、保守として、 先発出場し、メジャーデビューを果たした。2010年は、開幕前にスポーツイラストレーテッドの表紙を飾るなど、高い期待をかけられていた。しかし、130試合の出場で打率、249、11本類だ、55打点という、数字に終わった。一方、リード面では、監督がバックショーウォルターに交代してから、投手コーチ、先発投手と、 細かなプランを立てて試合に臨むようになったことから自信を深めたとされている。2011年には初めてオールスターに選ばれた。また、この年はゴールドグラブ賞を受賞した。2012年4月16日のシカゴホワイトソックス戦の10回にキャリアで初めて満塁本塁打を放った。また、この年もオールスターに選ばれゴールドグラブ賞も受賞している。 2014年2月6日にオリオールズと770万ドルの1年契約に合意した。この年は開幕から好調を維持し26試合に出場して打率308個本塁打18打点オプス0.839という高成績で主砲格の活躍を見せた。しかし試合中の早球で右ヒいの人体帯を損傷し初期治療では 保存療法を試みたが、結局トミー・ジョン手術を受け、5月10日の出場を最後に残りの試合を全て欠場した。打撃好調だったため、オールスターのファン投票では初めて星部門の1位を獲得して選出されたが、辞退した。2015年は前年の手術の影響で6月5日に復帰し、75試合に出場して8本塁打、25打点に止まったものの、 打率、出塁率、超打率は、例年とほぼ同じ水準であった。守備面では守備防御点7だったが、投類阻止率は31%で、肘の手術の影響を感じさせなかった。オフの11月2日に、FA となった。11月13日、クオリファイングオファーを受け入れ、オリオールズと年俸1580万ドルの1年契約を結んだ。 ボルチモアオリオールズ時代2016年は久々に、ほぼ年間通じてプレイし、3年ぶりの100以上となる124試合に出場。打率はさらに低下して、243ながら、17本塁打を放って66打点を挙げるなど、打撃面で一定の復活を果たした。117試合でマスクをかぶった、保守守備は、エラーを量産して、 アメリカンリーグワーストの11失策だったものの、盗塁組織率で35%を記録した。なお、同年はオールスターの一員にも選出された。オフの11月3日に FA となった。ワシントンラショナルズ時代2017年2月24日にワシントンラショナルズと契約を結んだ。この年は123試合に出場して打率。225、10本塁だ。 52打点、1盗塁を記録した。2018年は76試合に出場して打率、238、8本塁打、30打点を記録した。オフの10月29日に FA となった。2019年2月27日にセントルイスカージナルスとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。3月22日に、 メジャー契約を結んで40人枠入りした。シーズンでは67試合に出場して打率、214、11本塁打、27打点を記録した。オフの10月31日に FA となったが、2020年1月22日にカージナルスと単年200万ドルで再契約を結んだ。2020年オフの10月28日に FA となった。 保守備一塁守備、ミルブ MLB、ありがとうございます。